はい、こんにちは。日本改革と靴沢です。平家もげ様、幸男様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金と河野太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。とある方からですね、河野太郎、武見厚労大臣が国家公務員に向けて出したマイナ保険証が使えない医療機関を見つけたら関係機関に通報せよっていうですね、密告を奨励する通達の現物を入手いたしました。まあ、こんなやつですね。連名で、河野太郎と武見厚労大臣で、この赤線の部分がですね、そういう医療機関を見つけたらマイナンバーフリーダイヤルに、電話しろ、通報しろ、小沢一郎がこれをですね、なの手法と批判して、いましたけれども、なの手法、これ言っちゃうと YouTube の音声 AI がピピンと反応してですね、チェックが審査が遅くなんで言えないですけど、なの手法と批判してましたけれども、いえいえ、中教の手法ですよね。小沢もですね、中教の院なんで、まあそうは言えなかったんでしょうね。閣議決定も何も通さずにですね、一存でこうした通達出せて、かなりの数の人操れる大臣。まあこんなお手紙大臣から来たらば、大体の公務員さんは、何も考えずに従っちゃうと思うんですよね。改めて権力者なんだなぁ、大臣って。河野太郎は私のこと訴えてますんで、靴沢を見かけたら通報しろ、見張れ、尾行しろって命令出してんじゃないかと不安になりますね。まあくじけませんけどね。全国各地で太陽光発電施設から電線泥棒急増。昨年の茨城県の被害は1675件、毎日 4,5 件起きている。関東全体で5300件、ってことは日本全国だと万越しますね、多分ね。っていうことは日本全国で1日30件は起きてるって計算になるんでしょうか。逮捕された大半が東南アジア系の失踪実習生からの不法滞在者だったと、読売報道ですけれども、世論です。強制は無理、買ってるやつしょっぴけよ。近所で捕まってたのは中国人だった。不法滞在者にやられたら賠償なんかしないし、やられ損なんだよね。車と窃盗と同じで、もうルートが完成してんだろ。きっと専門の買取グループがいるんだろう。損をするのは保険会社だけか。太陽光の業者が他の太陽光の施設から部品を盗むらしい。中国韓国系の事業者多いですから、盗んだり盗まれたり、してんでしょうかね。再エネに補助金出すのやめー。車や重機泥棒と一緒で、窃盗、運搬、改造、解体、輸出、販売の分業体制ができてるんでしょうね、これね。捕まったカンボジア人、不法滞在で働けないので犯罪で金を稼ぐしかなかったとか裁判で言ったらしいんですけど、大使館に助け求めて帰れよって、そういう選択肢あんだろうが、犯罪しやがってって甘えんなって話ですね。太陽光発電施設のほとんどは中国韓国の事業者で、8割9割ね、被害に遭ってざまーって言いたいところだが、茨城県常磐線沿線、電車乗ってると分かるんですけれども、ここ元は畑だったんだろうないうところに太陽光パネルずらっと、農家の人、これ多分高齢化でもう畑仕事できねえなーなんていうところを息子や娘がですね、話持ってきてですね、じいちゃん畑太陽光にしちまべなんつってですね、やらしてんのかな。この人ら20年経った時、パネルの寿命が来た時に排気台に玉げんでねえべがなんて心配してんですけどね。我々もですね、年間1万6000台の再エネ賦課金を取られてんですから、太陽光発電施設を生かしてるんで、被害者の一部ですね。それもこれも同族会社の日本端子を設けさせたくて太陽光をご利用ししてる河野太郎のせいですね。間違いない、偏見に基づいて
断言しますけれども、自民党が30年前に実施制度で2022年度には9000人の失踪者イコール不法滞在者を増やしてますよ。次は名前をですね、育成就労制度とかに変えて、もっともっと大量の外国人入れようとしてます。あとは特定技能という制度、漁業とか農業とか介護とか不人気業界、人手不足業界で働いてくれたら滞在資格上げるっていう、無期限でなんぼでもっていう、家族もっていう、解約しちゃいますよね。トランプ、外国が自国の優秀な人材をアメリカに送ってよこすと思うか。自民党はですね、有能で善良な外国人が働きに来てくれるって考えてるんだったら甘すぎるよね。ろくでも自国でうまくいかないからですよ、日本に来るのは。自国でうまくいったら、稼げてたら外国行かないよ。そんなことはすぐ分かることですよね。自民党何考えてるんでしょうね。 TBS 調査、今月の内閣支持率 29.8%、プラス 7%、 ずっと右肩下がりだったのになぜ、ちょっと回復、なぜ、世論です。日本にいないから野党がやれない外交でポイント稼ぎ、日本にいなくて気分が良かったから何もしないだけで自然回復、立憲が参照してこりゃやべえと思った人が増えたから。なるほどな。安倍総理の時は安定して 40-50% 台だったんで、たったの 29% ぐらいですね、上がったっていうのは違和感あります。4月の給料からベースアップが反映されてちょっと増えたからかな、予想なんですけれども、給料増えた、ちょっとっていうので気良くしたのかなって思ってる。あと連休中にですね、野党ができない、外交に精出して国内で庶民をイライラさせることを言わないからちょっと上がったのかな。補助金停止で6月から電気料金上がります。賃金多少上がったところで帳消しです。また支持率下がるでしょうね、どうせ2004年から2016年まで報道ステーションの司会を務めた古舘伊知郎、日本に報道の自由はあるかという質問に対してないと答えました。民主党政権時代、大臣クラスからクレームが来た、直に電話で謝罪しろ、あのキャスターを黙らせろ。第二次安倍政権は全然なかった。そっちか、民主党による言論弾圧か。世論です。安倍がこれどうすんの。報道しない自由がある時点でフリーダムが過ぎる。ジャニーズ問題とかな、古舘は実況してればいいんや。安住が新聞採点マンやってたな、こいつ数億のギャラもらって我々庶民はとかほざいてたやつだよな。松本龍、今のアオフレコで書いたらその社は終わりだから。最近だと小西がメディアに圧力かけてたな、総務省に立てつくとはとかなんとか。パヨは言論弾圧が大好きであります。なぜならですね、パヨの世界ではまともなことを言う賢い人が出世するんじゃなくて、他人を蹴落とすのがうまいやつ、ずぶとく生き残ってるやつが上に行ける。これは中国共産党を見れば一目瞭然ですね。で、普段まともなこと言ってないからそれ隠さないといけない、言論弾圧大好きと。それとパヨは選挙否定してですね、俺が正しい、俺に従えって、バカで幼稚な論法ですんで必ず独裁になります。古今東西ですね、庶民を弾圧する秘密警察を持たなかった独裁政権はないわけで、小沢一郎はそれ見に行ってですね、まともなこと言うなって、民主党の党内議論を禁止したもんね。全員がですね、根拠なく俺が正しいっていうバカばっかなんで、議論させたら必ず決裂して党が分裂すると見抜きまして、小沢一郎が議論すんなお前らって小沢が心配した通りですね、名前コロコロ変えて、国民民主党に分裂、さらには前原誠二の党に分裂しましたけどね。古舘が安倍政権ではクレームなかった、メディアが圧力かけられた設定の盛りかけ桜はどうすんだろうね。いまだにしつこく存在している安倍側はこれ無視すんですかね、都合悪いからね今日の単身、円安が効いたのか、ドル換算 GDP が
来年インドに抜かれて世界5位になりそうであります。アメリカ、中国、ドイツ、インド、日本ってなのかな。まあインドより断然裕福に暮らせてんで別にどうでもいいっすけどね。だいたい人口10倍以上いるんだから、11倍かいるんだから抜かれてなくちゃおかしいんじゃねえのってレベルでね。テレビ新聞は大変だって不安を煽りたいようなんですけれども、誰が言ったんだかちょっと忘れましたけれども、日本では貧困って言ってもスマホ持ってんでしょ、スマホ持ってるしね。世界とは貧乏のレベルが違うんですよ。貧乏のレベルがね。朝日新聞、 85% の人が SNS 規制は必要と回答した。まあ、これ朝日もしたいんだね。嘘つき朝日新聞にとって大敵なのが、それおかしいだろ、嘘ついてんじゃねえぞってツッコミ入れてくる SNS でなんとか規制したいっていうのは分かりますけど、この数字嘘であります。85% が規制必要、答え嘘。調査方法がですね、アンケート用紙を郵送して任意で返送してもらうっていう方式でした。これだとね、SNS に不満がある人だけが熱心に書いてさ、送り返すっていう面倒なことをすると、その結果 85% になりました。現状にね、不満がない人はそんなアンケートを無視してゴミ箱に入れちゃうんですよ。沖縄でですね、なんか基地に関した住民投票が行われてですね、不満がある人だけ投票しに行ってですね、不満ない人は投票に行かなかった。で、大差でパヨに都合いい結果になったことがあります。朝日はこれ知っててやってるよね。何十年もこんなこと言ってんのもお手のもんですよね。昨年の芸能事務所倒産が12事業所で過去最多だそうであります。才能ある子は YouTube で個人でやっちゃうし、しゃあないっすね。あと供給過剰ですよ。自称アイドルがですね、現在日本には10万人いるって言われてまして、自称アイドル、まあ地下アイドルとか種類ある、人口減ってくんだし、アイドルが最も活躍できる、テレビは衰退してお先真っ暗だし、しゃあないっすね。芸能事務所そもそもが多すぎんだって話もありましてね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。